大きな拍手でお迎えください。よろしくお願いします。では宮本監督、真ん中の方に。もう長い待ち時間が長い。待ち時間お待たせしましたお座りいただいて、はい。さあ宮本監督、横にはよく知る顔が。すごい嫌なんですよ、だからこれ現役時代も知ってる、なんかやりましょうよみたいな、こういうのがなんか一番苦手なんですよ多分宮本監督は、はい、でも絶対そうだと思いますよ。だから俺普段のあのあれをあれですかね、試合の時の服装は自分であれ、まあ、それやりますみたいなこういうのいっちゃん嫌いですからねもういいやみたいなそうそうだね。まあでも考えてみると、はい、まあ、先ほどねサポーターの皆さんからもありましたけれども、こう現役時代も知るというような、選手をまあ、率いるという今立場ですよね。どうでしょうか、やはり現役時代とはまた違ったこう各選手へのアプローチというのは意識されてますか。まあそういう知ってる選手をね、現役時代から知ってる選手のその関係性が全くなくなるわけではないんで、そこはやっぱりありますけど、でもやっぱりその監督という立場になったらやっぱ違うものがあるのはまあ、仕方ないというか、そういうもんやなとは思いますけどね、うん。まあ、時には厳しいこう決断であったりこう話っていうものも、まあそれはやっぱりこう一番何を考えなきゃいけないかって言ったら、やっぱりガンバが勝つことなので、そこから逆算していくことというか、そこにと、それを出す結果を出すために何が一番ベストなのかというところを考えるのが監督だと思います。あの先ほど記者会見では新加入選手、まあ、本当にフレッシュな顔ぶれもいたり、そしてあのキャリアのある青山選手のような、ね、選手もいたりということですけれども、まあ、ここ今回この、ね、ガンバ大阪に加入をした選手皆さんというのはどうでしょうか。やってくれるサポーターの皆さんはやはりそのあたりというのはすごく期待されていると思うんですが、あのこう長い間時間をかけて追いかけていた選手たちなので、そこに関しては自分たちのチームにフィットするしてくれるだろうというのは思ってます。じゃあそういう意味ではもうこの宮本監督の思うガンバのスタイルに合う選手というものをしっかりとこう見極めてきた、まあ、いろいろとこうチームと補強の話もしていく中で、こういう選手がこういう選手がとかっていうところをねリクエストしたところもありますし、それに答えてもらったところもありますし、なかなかその移籍ってその選手だけが判断できるものでもなくて、クラブが判断できるものだけでもなくて、クラブはオファーを出してるけれども向こうの選手側がなんかこう事情があってとかって、こう多分ファンの人なんかには伝わりきらないものはあるんですけれど、まあクラブとしては本当にたくさんの動きをしてくれたというふうに思いますし、そういった中で今日ここで同席できた選手たちと、を含めてね30数名の選手と今シーズンスタートできるというのはあの楽しみでしかないです。カジさんは先ほどちょっと記者会見ね、おそらく声なんかもいろいろと漏れていたので聞こえていた部分というのもあると思いますけれども、はい、今回この記者会見に臨んでくれた新加入選手たちに対してはどういう印象を持ってますか、持たれましたか。まあファン感のことしか聞いてなかったです一人すごく前向きに、田中君やってくれますよあの人、はい、梶さんのイズムをどうやら継承する、はい、また新たな、あんなこと言っちゃってるよみたいなここで言ったらあかんっていうね絶対やらせられるやんっていうじゃあ後ろでもう聞きながらしめしめと、そう言ったらあかん言ったらあかんと思いながら隠しとけと思いながら、あの宮本監督は昨シーズン、まあ、このガンバのファン感で最後ね、ちょっとわちゃわちゃっとなる中でやったんですか、しゅんさん。しゅんさんやった。ファン感言われ見てへんねやんな、お前な。見てますよ。ヨン様でしょ。全然ちゃうわ。違うだ。ちゃう。マフラー似合いそうやもんね。何やったんですか。いや最後選手ね。ジェソクがなんかこうパイ投げたいみたいなやつ。へえ。知らんやろ、ほら。
いや知ってます。さすがに宮本監督が四様で出てくるっていうのは、うん、出ません出ません。そんなやりますよ、スネさんはやりますよ。まあそのあたりはもう我々からなかなかリクエストできないですから、カジさんあたりのポジションからアプローチしていただければ、はい、わかりました。期待してますんで。いやいや、あかんねこれ。あかんやつや、これ、これあかんやつや。さあ、宮本監督、いよいよチームも始動しまして2019シーズンがスタートしますしましたが、いかがでしょうね。今シーズンはもちろん昨年のこのスタートという部分で非常にガンバ大阪が苦しみましたから、当然ながらこの開幕からのスタートっていう部分にはかなり選手の皆さんも気持ちあるでしょうし、監督ご自身もやはりもうスタートから乗っていきたいという思いあると思いますけれども、そういった意味で選手にコンディションをこの程度っていう話をしていた中で、例えば体脂肪の部分なんか言いましたけど、そこをまあ、もうほとんどの選手がクリアして帰ってきましたし、みんなの意識も高く今シーズン向けて、ね、準備してきたなと思ってます。そういった中で去年のいい流れのところを残しながら、でもここをこう変えたいなとかっていうアイデアは、まあ、コーチングスタッフの中にもありますし、そこを練習の中で落とし込んで、いければなとは思います。さあ、この2019シーズン、また新たなユニフォームを着て、そしてこのパナスタでどんなサッカーを見せてくれるのか、非常に楽しみにされているサポーターの皆さん多くいらっしゃいますけれども、さあこの後その新ユニフォームの発表会見となりますが、お二人がねこのガンバ大阪現役時代の時にこう何かこう印象に残っているこのユニフォームって、ガンバ大阪の何年頃のユニフォームっていうのがこう印象に残っているとかっていうのがもしあればちょっと聞かせていただきたいなと思うんですが、常さん何年いました？何年いました？どういうこと？ガンバに。ガンバに結構いたよ。俺12年、プロで12年、3年ユース、15年。覚えてます？覚えてるやろ普通。違う、そのユニフォーム、毎年のユニフォーム、ね、結構変わっていくからね。そうそう、ガンバのユニフォームを見返すと今年のユニフォームは覚えてる。絶対嘘。お前絶対嘘。じゃあ俺が覚えてるのは1997年の、はい、こう3本のラインの入ったエリーがそんなにないボタンのやつ、うん、これまた調べてきたこれ。覚えてるんだって宮本監督は。俺さっきヤフーで調べてました。どんなユニフォームあったっけなの。じゃあ2011年と14年は良かったっすね、うん、やっぱりその時は印象として何か残ってる？さっきヤフーで調べたら残ってました。太い、2011は太い、太いやつね、真ん中にね、太い、あの黒のラインの入ってたタイプのやつですよね。14年はちょっとなんか赤のラインがちょっと入ってるんですよね。ありましたね、はい、そのあたりのやっぱり、はい、そのあたりはやっぱあなんかかっこいいなっていうのはあります。なんかちょっとこうシュッとして、チームの成績とセットでユニフォームって覚えてるもんなんですか、選手の皆さんっていうのは。宮本監督どうですか、チーム、例えば2005年初優勝しましたよね、あの時のユニフォームとかってこうセットで出てきます？出てきますけど、でもそういう多分報道とか写真も多いから、それがこう刷り込まれていくところはあるの、うんうん、この青と黒のね縦の、うん、はい、ラインの入ったやつでしたよね。確かにね、まあ、僕はもう M1 選手が着てた時 のユニフォーム、それが俺が言ってるやつやってたから、まあまあそんな感じですよ。そうやっていつも理論的になんかこうやって上からこう来るから、もうなんか俺もなんかシュンってするやん、それ。これでもうすぐもう、じゃあ2019シーズンのユニフォーム、この後皆さんに発表させていただきますのでね、そちらの方を楽しみにしていただきたいと思います。では宮本監督、改めてになりますけれども、何度やっぱり我々聞かせていただいても、2019シーズンタイトルという部分で非常に期待をしています。サポーターの皆さんもたくさんいらっしゃいますので、改めて2019シーズン意気込みをお願いします。その本当さっきからね言ってますけれど、ガンバイズムってあるように、ガンバの良さであったり、そのガンバの強さっていうことを取り戻すようなシーズンにしたいというふうに思っています。一つ一つの試合をしっかりと大切に戦っていく、その延長線上にこうそのタイトルというものがあればなお嬉しいですし、まあ、でも本当に全てのところレベルアップしなきゃいけないのは間違いないので、
日々しっかりと練習していきたいと思います。はい、ぜひですね2019シーズンも、宮本ガンバ引き続きですね熱い声援をいただきたいと思います。ということでこの時間宮本監督そして梶さんにお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。